当にやばい、やばい、やばい、本当怖い、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 怖い。はい、ということで、現場に来ました。怖すぎるね、快感がちょっと違います。でもその方もおかすみでいらっしゃるって言ってましたけど、まあ、正直ここ比べ物にならないですよっていうことを言ってらっしゃったので、違いだ。今回の事故物件、何がいつもと違うのか。それは依頼者が不動産屋ということで、今回ご依頼いただきましてありがとうございます。どういう物件を今回ご紹介していただけるんでしょうか。まあ、なぜか人が、まあ、アパート全体を通して、まあ、何名か亡くなってる、まあ、そういう物件で何かあるのかなと思って依頼させてもらいました。実際その建物っていうか、その物件で具体的な現象とか、なんか体験されたりとかしてらっしゃるんですか。そうですね、私的に一番気持ち悪いと思っているのが、まあ、突然深夜とかなんですけど、まあ、12時過ぎてとか、まあ、急に人が部屋の中に立っているとか、そういう連絡が来まして、まあ、どういう状況ですかと言ったら、まあ、男性が私を見つめてくるとか、そういう形で連絡を、まあ、頻繁にですね、月に 2,3 回とか、まあ、警察にも相談してくださいということで、まあ、こちら対応してたんですけれども、まあ、実際行っても誰もいないと、はい、まあ、そういう連絡が来てました。実際そこ、それ前にもあったりとかしたんですか。まあ、私が受けた中では2人は受けてますね。なるほど。で、まあ、その部屋は、まあ、前その方が見たっていう部屋で、その後に今住まれた男性が、まあ、この2年以内で、まあ、亡くなった部屋でもあるんですよ。まあ、亡くなった部屋でもあるんですよ。なるほど。我々が来たのは、突然男性が現れたというアパート。そこでは、直近で住んでいた男性が、その場で亡くなっていた。今、中に入ったらすぐ分かると思うんですけど、ということでお話伺ってるのが、壁が抜けてるところが一つあるらしいんですよ。そこが実際に亡くなられていた場所だっていうこと で、もう発見された時には夏場だったらしく、結構時間も経っていて、まあ、血を吐いて亡くなっていたところが床が抜けてるみたいなので、その男の人が現れるのかっていうことを想像していきましょうか。いや、ラップ音だ。もういきなりラップ音だ。あ、ラップ。結構きつめのラップ音だよ。うって聞こえた。これなんだ。ちょっとそれはショッキングの映像ですよね。これ、待って、見せられないな。これはダメです。これモザイク案件だな。多分ここら辺は全部そうじゃないか。そうだね。全部そうだろうね。全部そうだよ。そうだね。なんでこのままにしちゃうんだろうね。できないでしょ、どうにもできないんだよ。だって隣には人いるわけじゃん。だからここさ、変なし事故物件でもクリーニングして板張り替えたりしたらさ、また売り出せたりするでしょ。でも売り出せないのは何か理由があるのかな。だから続いてるってこともあるんだろうね。だからもうさすがに無理だってなってるってことか、うん。なんか机
作りが、そうね、古いのかな。そうね、これの裏に扉があるんだけど、ちょっと開けてみようか。ちょっとじゃあ開けますね。特に何もないか。あんまり使用してなかったのかな。綺麗なハウスね。男性がいたっていう電話が来たってわけでしょ。それが2件ほどあったって言ってて、その苦情をさ、そもそも不動産の方に連絡するっていうのがすごくおかしいなと思うの、うん、だからそもそも自分の中では警察で解決できないそもそもの何かなんだっていうところは多分あったと思うんだよね。だから物件を紹介した不動産に言うしかなかったんだろうね、うん、そうだと思う。だから人じゃないっていうのは多分その人の中で多分あったんだと思う。そうだよな、結構確信的な、それしかない、うん。さあ、切手だ。切手じゃないね、シールだね。このさ、戦隊ものっていつの時代のものだろう。竜装者。竜装者ってわかる、ま、俺たちの時代ではないよね。じゃないね。だから、ちっちゃい子もいたじゃないかな、本当にね。そうだよね、それを考えたら。ちょっと、一回ちょっといろんな辺全部見てみましょうか。いくらなく。さっきのこのラップ音はすごいじゃない。してる。この音すごいね。結構。ちょっと一回全部。金属音したね。うん。そっちじゃない。そっちからした。お風呂場の方から。本当やね。なんだこれ。ちょっと待って。これ遺留品。遺留品じゃない。遺留品だもんね。残ってるんだよ。今笑ったんだね、うん、俺のマイクの後ろで笑い声だったよね今ね、まあ、かむ笑い声した。待って、ずっと落ちてる。いや、ちょっとやっぱラップ音すごいね。ちょっとすごいって。で、これはお財布かな。これはお財布でしょう。遺品ですか。遺品ですね。こっちも許可いただいてますので、今ね、見る限り多分映せないからあれだけど、うん、あのね、滞納してる資料がめちゃくちゃあるのよ、うん、お金とかでやっぱり大変だったのかな。古いよね。古いね。で、やっと見て、え、ちょっと待って、目ちゃんとして。普通にして。普通にして。やばい。それが怖いって。どういうこと。目がやばいって。どういうこと。普通にしてる。やばいよね。普通にしてる。普通にやばいって。本当にしてる。ちょっと待って、やばいって。一回目つめた方がいいって。もあっぶな、今呼ぼうってね。うん、どういうこと。本当、今ちょっと戻った。本当、今視線ここなってるでしょ。うん、さっきもうここら辺ずっと見てる感じだった今。けど頭が痛くなってる。そっからだよ、だっておかしくなった。分かった。今大丈夫だ。頭痛いっすよね。俺嫌やねん。え、待ってね、どうしても頭痛い。何なんだろう、本当に。なんかさ、あ、残念。待って、これおかしくない。これさ、前ご高齢の方だったんですけど、うん、あのマイクの貯金残高ぐらい分からないんですよ。相当ないでしょ、うん、ずっとね、電気代が、あのね、すごいスパンでね、引き落とされてるんですよ、なぜか。これは滞納してるから分かるんだけど、はい、その滞納分がやっぱ一気に、そうそう、前の月のがこういう風に引き落とされてる可能性が。なるほどね。っていうのがあったりとか。あ、うわ、ちょっと怖い。
超怖え。あーちょっと怖いかも。うわ怖え。ごめん本当に怖い。俺めっちゃ怖い。めっちゃ怖い本当にごめん。俺見れないかも。本当にこれ結構本当にダメだ。えそれ切り取られてるってことですか。切り取られてる。そうだね。切り取られてるわ。完全にね、ハサミで切られてる。えどういうこと？多分自分が映ってたところかどうかわかんないけど。ここだけね、切り取られちゃってるの。ハサミで切ってるの。はぁ、あ、ちょっと待って、俺もちょっとダメだもん。なにこの横の隣の人かな。隣の人ですか。こっちいる。こっちいない。これこっちでしょ。いや、201、202だからいるかね。あ、いるとこバブルの場所。何この横の方。待って、お孫さんですか。もしかして同一人物じゃない。違う。え、ここに請求来てる。今通帳に書いてあったの名前と、このちょっと待って、ランドセルのちっちゃい声は名前が違う。もう名前が違う、一致しない。あのね、名字が一致しないの。ああ、そういうこと。名前の離婚しちゃってっていうことかもね。うん、娘さんなのか。うん、でも名字が一致してないっていうのはちょっとよくわからない。でまず最初から。あ、びっくりした。怖い。平成18年1月9日。成人式かな。成人式だね。あ、うん、娘さんだね。かも孫さんとか。携帯と財布が女性物なんだよね。でもここに置いてある通帳は男の人のもので、でここに夫婦で住んでいましたよって情報があったら、その情報って入るはずなんだよ。でちょっと前に離婚してるんだとしたら、こういうものって絶対置いていかないでしょ。このさ、戦隊物っていつの時代のものだろう。滞納してる資料がめちゃくちゃあるのよ。年が取られたい。ターチャイの目線で撮っていたこちらのカメラ、ご覧のように赤いランプが光り録画をしていた。が、だ何なんだろう本当に。なんかさ、なぜかここまでの素材が収録されていなかった。これは部屋の影響によるものなのか。さっきのビューソージャーって亡くなられてるんですよ。え？え？2019年に。あ、怖っ。あ、あったね。病気で25歳でも、去年25歳で亡くなられてるんです。なんか関係あったりするんですかね。なんか何かが繋がってきてるよね。うん、2020年12月1日、で出演ビューソージャー。待って、今何だ、今何だ今の、うんってやつ。うん、いや足音だよね。ミシンしてる。そうでしょ。え、声も聞こえた。いや俺は、うん、うん、で出演ビューソージャー。待って、今何だ、今何だ今の。男の人だ。男の人。いや、まあ、いるのは多分間違いないんだよ。もうどう考えても。あ、待って、本当にしてる。運転してる。今してるよね。した。やばいやばいやばい、ちょっと。で、一昨年って言った？この方が亡くなられてるの、そうじゃないですか。一個前に亡くなられた人が、もう、一昨年なんですって。頭がずっと痛い。さっきの足音ここだったよね。そう、間違いない。間違いないだったね。まあ、不動産の方もね、まあ、レベルが違いますよっていうことに関しては
音とかはさっき今声とかそれに関してはさ、俺事故物件によく行くから分かるんだけど、やっぱ物音はすごいするわけさ。どの物件も。どの物件もね。で、まあ、男の人がいる今みたいな、もうめちゃくちゃするのよ。男の人がっていうことに関してはやっぱり一人検証をしてみるのが一番いいのかな。そうね、確かに。で、今ちょっとね、結構反応してるんで、今パッともう行っちゃった方がいいと思うから、ちょっとみんな先に車で待機しててもらっていいですか。で、三脚とカメラ置いといてもらえれば。ちょっとマジで、マジで気をつけて。うん、ありがとう。これは完全に、さすがに。全然違う名前だ。全然違う名前ですよ。マジで怖い。どうしよう。うわっ、今の音絶対聞こえた。なんだ今の音。うわっ、今の音絶対聞こえた。なんだ今の音。このブラックだからめっちゃ落としたな。うわ、血だ。ここ血がある。何の血、これなんで。すみません、お世話になってます。お母さんの、ちゃんですけれども。はい、こちらにお住まいされていた方の、はい。お名前なんですけど、はい。って方なんですかね。そうです。1人前の方、ちょっと覚えてないんですけど。ちなみに、1個前の方とか、って方っていらっしゃいました？名前は、ちょっとすいません。覚えてないです。はあ、お写真が置いてあるじゃないですか。はい。多分遺留品だと思うんですけども。はいはい。で、お名前が全員一致してないんですよ。なんでだろうなっていうのがあって。はい。で、隣に住まわれてる方とかは、その今多分いらっしゃると思うんですけれども、その方たちとここにいた方って、その交流あったりしたんですかね。そうですね。まあ、その隣同士で交流は。
ちょっと待ってください。今、ちょっと待ってくださいね。今、玄関入って、はい、左が203です。で、201が今、誰もいらっしゃらないってことですか？ちょっと前、入院するって連絡来てたはずなんですよ。いないはずですね。あ、なるほど。今、だったらちょっと結構まずいかもしれないです。もしいないのであれば。電気もずっと消えてはいるんで。はい。そうですね、わかりました。ありがとうございます。すみません、失礼しました。はい、どうぞ。はい、待って、隣の人がもしいないんだったら、さっきマイクとみんなで聞いたの、水元って何？電気ついてないって言ってたもんね。水が流れる音しかしないのよ。あの風呂がまずおかしいっていうことは思うんだよね。隣の人が心臓病、この方が2人亡くなっていて、で隣の方が今最近ちょっとおかしくなってて、その人がちょっと大騒ぎしちゃうから少ししてください。もともとそんな人じゃなかったんですけどねっていう話もありますし、あとね、タンスの中に名前が書いてあるんだけど、その名前が、ちょっと見に行ってもらっていいでしょうか。怖すぎたよ。また水が流れました。さっきとより近くない気持ち、こっちはさっきとより近くない気持ち。ここにさ、何が書いてあるんでしょう。わかんないかもしれないけど、この請求で来てるのが、何も一致ないの、名前が全部一致ないの。と、まあ、お互いの旧姓だったんじゃん、離婚した後で、うん、そこはお母さんなんじゃない。娘だったとしたら男性側の旧姓、あの姓になるわけでしょ。17歳とかで子供を産むっていうのは、俺が産んだとしても今4歳だよ。ありえないね。4歳って話かけるっけ。うん、よくないと思うな。4歳無理だよね。17歳ちょっと考えれば考えるほどちょっとまだちょっと分かんない。これは後日談だが、不動産屋の方に聞いたところ、部屋で男性が亡くなった時、最後の姿を見とったのはこちらの不動産屋の方だけで、この男性の家族を探したが